今回は藤沢市 vs 相模原市 vs 豊中市 vs 東大阪市、神奈川県 vs 大阪府、人口上位10都市の比較対決、副将戦の動画をお送りしていきます。神奈川県 vs 大阪府の人口上位10都市の団体戦、大阪府が2勝、神奈川県が1勝の状況で今回は副将戦です。人口3位と4位対決、藤沢市と相模原市の神奈川県と豊中市と東大阪市の大阪府の副将戦です。今回も1問4問1勝、この都市データをランダムに選定して10連戦させる形式で実証していきます。1試合目、小売業売り場面積、出生数、建築工事費、小売業従業員数、実質交際比率の相模原市の圧勝、藤沢市が2です。2試合目、農業講師の藤沢市、サービス業売上と地方税の相模原市が神奈川県で独占の勝利。3試合目、情報通信業、加重地人口密度、燃焼人口比の豊中市の解消、人口増加率の藤沢市と一般診療所数の相模原市が2位。第3試合終了時点の順、相模原市と藤沢市の神奈川県勢が好調な地盤戦です。4試合目、建設業売上と実質交際比率、建築床面積の相模原市の解消、製造品質価格と財政力指数の藤沢市が2位です。5試合目、製造業現金給与総額、飲食店数、製造業従業者数、中間人口比の東大阪市の圧勝、製造業荒付加価値額の藤沢市が2位。第5試合終了時点、相模原市と藤沢市のデッドヒート。6試合目、出生数、サービス業、小売業販売額の相模原市の勝利、経常収支率の豊中市、卸売業従業員数の東大阪市が2位。第7試合、学術研究業売り上げと課税対象所得の相模原市が接戦を制しています。人口増加率と財政力指数の藤沢市が2位。第7試合終了時点、神奈川県勢が大阪府勢を圧倒中。8試合目、一般診療所数と歯科診療所数、不動産物品業の相模原市の勝利、製造業現金給与総額の東大阪市が2位。9試合目、加重地中間人口密度と昼間人口比の東大阪市の解消、1万人当たりの歯科医指数の藤沢市と運輸便業の相模原市が2位。最終戦、課税対象所得、建築工事費、一般病院数の相模原市の勝利、製造品出荷額の藤沢市が2位。全10試合の最終結果が出ました。相模原市勝ち点26、藤沢市勝ち点18、東大阪市勝ち点14、豊中市勝ち点8。相模原市が圧倒的人口差もあり優勝、2位には同じ神奈川県勢の藤沢市が入っています。東大阪市もミスワー作るも安定せず3位、豊中市もミスワーこそ作るが半数が4位の通り4位でした。副将戦は相模原市と藤沢市の活躍もあって神奈川県の快勝となりました。大阪府は副将戦を落とし、これで2勝2敗と次の対象戦で決着という流れになっています。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつ、この動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。励みになりますので、ぜひとも高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。また動画の感想コメントやリクエストと明記したコメントもお待ちしております。次の動画や別の動画もぜひ見てみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。次の対象戦もお楽しみに。